カニ？カニ。美味しそう。うん。カニカマたっぷり。うん。素敵じゃないですか。素敵だね。これこそ絶景ですな。絶景かな、絶景かな。今日一うまい。今日一まこう、これだって、なんだっけな、カニ？カニ、美味しそう。うん。カニカマたっぷり。美味しそう。多分カニじゃなくてカニカマだと思う。うん。うん。何？小田原の地元の大阪のイワシって言って。うん。うん。魚のここが一番出てるやつ、うん、これ玉ねぎ、うん、チーズ、チーズはねうまいよね、中に入ってる思いっきり入ってる、うん、私カニ食べたい、うん、あーチーズ食べたい、うん、そうだ、うん、いいね、うん、うん、あー落ち着いた、落ち着いた、一応下のさ、お土産見て下のいいよ、よし、じゃあ行くか、そこかも、ね、うん、そこだ、あ、そうそう、地元のお店のとこ入った、うん、流行ってる、和菓子、和菓子屋さん、これがかの有名な千と千尋なモデルな神隠しの、へえ、あーいいね、いいね、そうだ、似てるんだね、うん、この真正面のとこ、そうそうそう、真正面の、そう、古いね、家屋だね、まんじゅう、マス服ってね、マス服、マス服って、うん、ああいいね、結構ここはね坂ですよあ、桜咲いてるよ、ここだね、
入室。入室。1階の部屋はスイートルームです。もっと和な感じです。和な感じ。外見ろ。あ、これこれ。これね。あれですよ。これは狙いの。いいじゃんこれ。早く入りたい。いいよね。いいね。あ、桜が。色が咲いてるね。目の前じゃないですか。この景色。ここでさ、ビール飲みようね。ここでビール。お風呂上がりとか。いいね。いいよね。洗面所見に行こう。虫が入ってきちゃうから閉めるか。うん、ありがとうね。ありがとうね。タックパイセン、タックパイセン、トイレ綺麗です。トイレね、これまた自動で開くやつ、はい、開かないやつ、でも、うん、いいじゃん、ちゃんとウォシュレットついてます、はい、うん、で、洗うところもあって、でここが、うん、あ、シャワーか、あ、でも固定のシャワーしかないんだ、ここは寝室、寝室、うん、じゃあ、くつろぎますかだね。はい。またファースト温泉を、はい、いただいちゃっていいですか。どうぞ。じゃあ。よいしょ。いいなー。ああ、気持ちいい。いいなー。あ、いい湯だよ。いい湯。いい温度。私も入りたい。うん、よし、入ろう。私も入ろう。ちょっとこれ高さあるから。そう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 。この眺めがまたいいね。桜がもう目の前だ。本当だね。絶景かな。絶景かな。飲み物ね、持ってきました。ああ、いい音が。大好きなサイダーね。三ツ矢サイダー。絶景かな、絶景かな。風呂は三ツ矢サイダーだね。炭酸ね。足はさっきね、箱根湯本で買った御殿場コシヒカリラガー、うん、片手でいけんの、爪が片手でいけんのかな、はい、いけた、はい、乾杯、はい、お乾杯、いただきます。ああ、うわあ、極楽ですな、極楽のほど。うん、いいね、明るい時に温泉入るのめっちゃ好き、うん、朝もいいけどこの午後だ、チェックインしてからの一番風呂だ、うんうん、とってもいいよね。あれ、ご飯食べに行くんだよ。そうだよ、5回って言ってたら説明聞いてないでしょ。さっき説明してくれたじゃん。絶景かな、絶景かな。目の前に桜が見えるとは思わなかった、ね、紅葉の時も綺麗だね。そうだよね、貸し切り風呂は多分眺めを持っていい、うん、本当屋上だって言ってた。そうだった、うん、露天風呂に行っています。いい、うん、鍵よ、あ、使用中、うん、鍵よ、あら、やばいね、これソファーが、うん、素敵じゃないですか。素敵風呂です。シャワーもあるの？シャワーも。あ、ほんとだ。だから洗い流せって帰れる。なるほど。いいね。いいね。じゃあ。ここを座って、こういう感じで。そうだね。
一層入りますか。お、熱いな、ちょっと。これこそ絶景ですな。絶景かな、絶景かな。そっか、さっきよりトップラーですよね、柵がね。そう。屋上だからね。この開放感は。開放感ありだな。最高ですね。いいね。いいね。これは絶対、あのね、貸切風呂、予約したもんね。いいね。到着してすぐ予約しないとね。今日早めに着いたからよかったね。そうだね、まあ、夜でもね、全然気持ちいいと思うけど、うん、星が見えるんじゃないかな。今日曇りだからどうかなって感じかもね、明日雨だもんね、うん、絶対ここに立つ人いるよね。絶対いるよ、危ないね。これもいいですね。ですね。伊豆もいいけど。極楽ですね。極楽、極楽。ステーキと。ありがとうございます。このドリンクメニューがございます。じゃあ僕はプレミアムモルツの。かしこまりました。中グラスでよろしいですか。はい、中グラスで。オレンジジュースください。オレンジジュースですね。ありがとうございます。それでは飲み物をお持ちいたしますので、先生からお願いします。ああ。あそこちょっと見える。桜が。桜見える。うん、喉乾いてた。すっごい気飲んだよ、俺も。今日何杯目だ。うまい。3、4杯目、うん、いただきます。さすが小餅昆布、これマリネとか大好き。さっぱり系じゃない、得意の。うま酢漬け、春っぽい。花の花と三色団子。三色団子って何？かまぼこみたい、うん、おいしい。お椀でございます。中身はエビ新醤をご用意しております。エビ新醤だって。固まってるからほぐすのもったいないね。まあ、ほぐすけど。うん、うん、美味しい。エビ味。ああ、美味しい。めっちゃ美味しい。暑いね、暑いね、暑いね。本当だ。踊り焼きってちょっと残酷な感じ。あら、何と何です。
エビとイカとキンメとマグロじゃない。おいしい。うん。うん。箱根の刺身はどうですか。新鮮です。エビちゃん。エビちゃん。うん。小ぶりです。うん。うん。柔らかい。柔らかい。うん。肝とバター。うん。うん。うん。コリコリです。今日可愛いの来て。富士山。このなんだ、うん、米富士って書いてある、うん、富士山、富士山いただきます。富士山に乾杯、うん、箱根富士うまっ。いただきます。うん、もちろんうまい、うん、私さ、こういうの皮あんま食べない派なんだ。確かに、うん、いつも剥いちゃう。俺は食べる。食べるよね、うん、匂いからいい匂いだもん。うん、美味しい。うん、銀じゃらよりさ無駄に油が多くなくてさっぱりしてる、うん、美味しい。今回は魚に軍配が上がったんですかね、うん、こっちが美味しい。肉より魚が多いないと。おお、しっかりしてるね。サワラだもんね。いただきます。ほんとだ、これはうまいな。これご飯欲しくなるな、ね、うん、お酒にも合うけど白飯だろう。茶碗蒸し、これ。いただきます。かわいいね。こっちが。かわいい。お子さん大好きな茶碗蒸し。うん。カニ味噌だって、うん。あ、ふわふわなタイプ。うん、あ、すごいカニ。どのぐらいカニ？てか食感がすごい。今までこんな滑らかな茶碗蒸しと初めて食べた。いや、これ絶対初めて。生まれて初めて。うん、生まれて初めて。どんな食感？とろける杏仁豆腐。とろける杏仁豆腐。うん、煮物。牛タンだった。あ、箸で切れる。うん、柔らかい。ホロホロしてる。たけのこおいしい。今日一のたけのこめっちゃうまい。おかたし海藻か、海藻入ってる。うん、めっちゃうまい。お魚あるよね。絶対これでご飯うまい。うん、間違いない。うん、本当だ。うまっ。はい、もうやっぱいっぱい。結構これがかぼちゃのプリンで、いちごでピーチパイらしいの。サッカーがピーチパイ。竹内まりや、そこしか知らないけど。そこまで知ってるよ自分。昭和だから。うん、竹内まりやだ。でもさ、これからは昭和を伝承していかないと、うん、そうだね、忘れ去られちゃう。そうかぼちゃプリン。
チアナとすげー頑張った、うん、かぼちゃプリンの中にたまにさ青臭さ残っちゃってる系のプリンあるけど、これは平気だった。スリラスリラなぜここで知る？わかんない部分部分そう部分部分しか覚えてない。決めのところ本当足今これ蹴ってるもうローファー履いてる気分で蹴ってるから足ステップ踏んでるからあー疲れてる疲れてるな今おしまいだよごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあこの後また一袋浴びてそうだね一袋浴びて寝るか。Come on.